彼はスクリーンで時代を彩った。だが私たちが知らないストーリーがまだたくさんある。今回の動画では、日本映画界のレジェンド、若山富三郎さんの輝かしいキャリアと波乱に満ちた人生を詳しく掘り下げます。彼の映画への貢献だけでなく、私生活の激動も焦点を当てることで、彼の真の姿を浮かび上がらせます。若山富三郎さんの映画キャリアは、数多くのヒット作に彩られ、特にその圧倒的な演技力は時代劇ファンには今でも語り草となっています。しかし、その輝く表面の下には、プライベートでの苦悩と健康問題が隠されていました。彼の人生後半の健康状態は彼の活動にどのように影響を及ぼしたのか、詳細に追います。また、彼が業界で経験した困難、特に講師の境界が曖昧になることで生じたプロフェッショナルな課題にも光を当てます。晩年には、健康を優先しながらどのようにして彼は映画界での地位を保ち続けたのか、その葛藤を描き出します。この動画を通じて、若山富三郎さんの映画における功績だけでなく、彼が直面した人生の挑戦とその遺産がどのように彼を形作ったのかを探ります。彼のストーリーからは、光と影が共存する人間のリアリティが浮かび上がります。それでは若山富三郎さんの俳優としてのキャリアの始まりと挫折について述べましょう。若山富三郎は、もともと学業に苦しむ少年でしたが、彼の情熱は芸術の世界に向けられていました。幼い頃から柔道と歌に興じる中で、自身の感情を表現する手段としてのパフォーマンスに魅了され、やがて芸能界への足がかりを見出すことになります。映画デビューを果たしたのは比較的早い段階で、彼の兄も俳優として活躍していたため、自然と兄との比較が行われるようになりました。若山は特に時代劇での役割を多く担い、その独特の存在感と演技力で注目を集め始めます。しかし、彼のキャリアはスムーズな道のりではありませんでした。期待されるスターダムには程遠く、多くの困難と挫折が待ち受けていたのです。若山富三郎の芸能生活における早期の挑戦は、彼の人生における転換点をもたらしました。苦労の中で彼の演技は磨かれ、表現力豊かな俳優としての地位を築いていきますが、成功までの道のりは決して平坦ではなかった。キャリアの初期において、彼は兄と比較されるプレッシャーと格闘しながらも、自己の芸術性を追求し続けました。この時期の苦労と挫折が、後の成功にどのように結びついたのかは、彼のキャリアを考える上で非常に重要です。俳優としての自己確立を目指し、多くの困難を乗り越えた結果、若山は自身のスタイルと魅力を確立、時代劇というジャンルで確固たる地位を築くに至りましたが、その背後には、幼い頃からの芸術への無償の愛と、途方もない努力がありました。若山富三郎の初期のキャリアは、その後の彼の活躍に欠かせない基盤となり、困難を乗り越えた彼の姿は多くの視聴者に感銘を与えることでしょう。彼の映画での役割や演技がどのように進化していったのか、彼の足跡をたどることで、一人の俳優としてだけでなく、一個人としての彼の成長が浮かび上がってきます。次は若山富三郎さんの高まる映画界での地位と個人的な挑戦についてです。彼のキャリアにおいて、映画界での地位を築く段階は多くの成功を伴いましたが、同時に個人的な挑戦も絶えませんでした。東映に移籍した後、若山富三郎は時代劇の分野で名声を高め、その独特の演技スタイルと魅力で観客を魅了しました。彼の映画は、当時の日本映画市場において重要な位置を占め、彼自身も映画スターとしての確固たる地位を確立することに成功します。しかし、若山の人生においては、プライベートな問題がしばしば表面化していました。彼の私生活は特に女性関係において波乱に富んでおり、複数の結婚と離婚がメディアの注目を集めることとなります。これらの個人的な問題は彼のプロフェッショナルなイメージに影響を与え、時には映画業界からの評価にも影響を及ぼすことがありました。特に彼の女性関係は、時として講師の境界を曖昧にし、業界内外での彼の立場を脅かす原因ともなったのです。さらに、若山富三郎は彼の性格や行動が原因で業界から干される時期も経験します。これは彼のキャリアにとって重大な逆風であり、一時は彼の存在が映画界から遠ざかることとなりました。しかし、彼はこれを乗り越え、再び業界での地位を確立するために努力を重ねます。その過程で、若山富三郎は自己の行動と公のイメージのバランスを取ることの重要性を理解し、演技に対する献身を再び高めることに成功しました。この時期の若山富三郎の生活は、
映画界での成功と個人的な問題が交錯する複雑なものでした。彼の映画におけるパフォーマンスは依然として高い評価を受けていましたが、私生活での挑戦がその評価に影を落とすこともありました。結果として彼のキャリアは一層の複雑さを帯びることとなり、彼自身の成長と反省につながる重要な段階となったのです。次は和歌山富三郎さんの晩年の生活と健康問題についてです。彼の人生後半における健康問題は彼の活動に大きな影響を与えました。和歌山富三郎は1984年に重い心臓手術を受けることになります。この手術は彼の健康が悪化していたことの表れであり、その後も彼の体調は完全に回復することはありませんでした。1990年には人工透析を受けることが必要となり、週に3回の治療を必要とするほど彼の体は次第に弱っていきました。この重度の健康状態は彼の日常生活に大きな制約を加えるとともに、彼の仕事に対する能力にも影響を及ぼしていきます。その影響は演技活動にも見られ、以前のような活動量を維持することが困難となったのです。1992年にはさらに彼の状態は悪化し、生命を維持するためにペースメーカーを埋め込む手術を受けることになります。この手術も彼の生活の質を保つためには必要な措置でしたが、和歌山富三郎の体力と健康はもはや彼が以前に楽しんでいたような活発な生活を支えることができない状態にありました。晩年の和歌山富三郎は健康問題により多くの時間を自宅で過ごすこととなり、公の場に姿を見せることも少なくなっていきます。彼の生活は以前とは大きく変わり、かつての輝かしいスターとしての日々から健康を第一に考えなければならない静かなものへと移り変わっていったのです。この晩年の苦労は和歌山富三郎の生涯を締めくくる重要な部分であり、彼の生活とキャリアにおいて大きな転換期となりました。彼が過去に築き上げた名声とは異なり、健康問題に直面した晩年は彼の持つ内面の強さと家族や支援者に対する依存が増す時期でもありました。最後は和歌山富三郎さんの死とその遺産についてです。1992年には和歌山富三郎はこの世を去りましたが、彼の死は多くのファンや関係者に大きな衝撃を与えました。彼の死因は心臓疾患と公表され、長年の健康問題がついに彼の生命を奪う形となりました。しかし彼の死後も和歌山富三郎の芸術的な遺産は多くの人々によって称賛され続けています。和歌山富三郎の遺産とは、彼が生涯を通じて築き上げた映画作品や公演の数々です。彼は特に時代劇において卓越した演技を見せ、そのドラマチックな表現力で知られていました。彼の作品は今もなお多くの映画ファンに親しまれており、時代を超えてその価値を認められています。また、彼の人間性に関する多くのエピソードも後世に語り継がれています。彼は晩年に多くの困難に直面しながらも、常にプロフェッショナルとしての姿勢を崩さず、若手俳優への指導にも熱心であったとされています。このような彼の姿勢は、彼が築いた人間的な遺産としても高く評価されています。和歌山富三郎の死は彼が残した作品や影響を再評価する契機ともなりました。彼の死後、さまざまな追悼番組やドキュメンタリーが制作され、彼の生涯や業績が改めて光を浴びることとなります。これらの番組では彼の映画界での貢献だけでなく、私生活での葛藤や挑戦に焦点が当てられ、彼の多面的な人物像が描かれました。彼の死とその遺産について語る際、和歌山富三郎が生前に残した影響は計り知れないものがあります。彼の映画や人生が示した価値や教訓は今後も多くの人々にとって大きな意味を持ち続けるでしょう。和歌山富三郎の残した芸術的な足跡は日本映画史において消えることのない輝きを放ち続けています。この動画を最後までご覧いただきありがとうございます。今回は和歌山富三郎さんの映画界での功績と彼の私生活における困難を詳しく探りました。彼の人生は光り輝く成功と同時に健康の問題やプライベートでの挑戦に満ちていました。和歌山さんがどのようにこれらの挑戦に立ち向かい、最終的にどのような遺産を残したのか、その深い理解を提供しようと努めました。和歌山富三郎さんの作品は今でも多くの人々に愛され続けており、彼の影響は計り知れないものがあります。彼の芸術への情熱と困難な時期でもプロフェッショナルとしての姿勢を保ち続けた彼の精神性は、多くの現代の俳優にとっても学ぶべき点が多いことでしょう。皆さんの中には和歌山富三郎さんの作品を見たことがある方もいらっしゃるかと思いますが、
この動画を通じて新たな発見や感動を得ることができたのではないでしょうか。和歌山さんについて、どのエピソードが特に印象に残りましたか。彼の作品の中で最も好きなものは何ですか。ぜひコメントでお聞かせください。また、この動画が気に入ったら、いいねとチャンネル登録を忘れずにお願いします。次回も引き続き、見逃せない内容をお届けしますので、ご期待ください。